アジアンエリートカップの決勝です。熱戦を繰り広げてきたトーナメントの最後を締めくくります。福西さん、注目の試合ですね。はい、いい試合を期待したいですね。こちらが先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。この試合の先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 4-5-1 ですね。ボールダッシュが鍵になります。アジアンエリートカップの決勝、まさに決勝といった雰囲気の中で前半が進んでいます。サポーターの応援がすごいですね。タッチラインを割りスローインです。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ここは押し出します。ここはよくスペースが見えていました。残念ながらゴールにはつながりません。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。チャンスになる。決まるか。さあリードできるか。これは入りません。フィニッシュが精度を欠いていましたが、こういったチャンス取れるでしょう。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。これはもったいない。ボールを失いました。小林、野津田学人、スペースに見事なスルーパス。ポストに弾かれた。ここで大きく前に出します。さあスローインでの再開です。ボールをサイドへ振りました。出足が鋭い。カットします。サイドへ展開します。コーナーキックです。ボールはリードを奪いたい。コーナーキックからいいシュートまでつなげましたが、惜しくも決まりません。この調子で決定機を作り続ければ得点も時間の問題でしょう。もったいない形でボールを渡してしまいました。なんとか一息つきました。スローインです。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。ハーフナーマイクにチャンス。ボールはキーパーの手の中へ。サイドのスペースが広く空いています。小林翔太、大岩和樹、カットしました。ここはどうするでしょうか。スローインとなります。奪った。一転してチャンスだ。
もう一度スローインです。このミスは痛い。相手にパスを出しました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。このパスはダメでした。入れば1点リード。決めた。見事な先制点。これで決勝のプレッシャーも取れたでしょう。大きなゴールです。ここは至近距離からゴールを決めました。これが基本ですね。よく詰めていました。ディフェンスを抜いた。これは見事なパスカットです。レフリーの笛が鳴って、後半のキックオフです。重要な試合ですからね。スタジアムも盛り上がっています。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。中の選手にクロスを入れた。ここはディフェンスが対応します。前半はこの選手の活躍が目立ちました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ゴールチャンス入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。今日はどうしようもないですね。捕まりません。絶好調。2点目のゴールを決めました。硬いディフェンスに攻めあぐねています。これはもったいない。ボールを失いました。打った。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ここで交代ですね。この選手、今日も素晴らしい活躍を見せてくれました。見事でしたね。チームの中心として働いていましたよ。さあ、スタジアムのテンションが上がります。まずは1点取り戻したい。これは PK です。これはレッドカード。退場です。いやー、これは止めるしかなかったでしょうか。ポストに当たる。まだインプレーです。この PK は失敗です。まあ4回に1回は失敗しますから、これは仕方がないですね。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。中野義弘、ドリブル、パス。選択肢は一つだけではありません。いいところに出た。ゴールキーパーがうまく前に出ました。見事な視野です。キーパーがしっかりと止めました。ここはよくスペースが見えていました。ゴール前、打てるか。入った。サイドを使った攻撃は脅威ですよね。これは完成されています。
両チームの点差がさらに開きました。この追加点が相手に与える精神的ショックは大きいですよ。ワンサイドゲームとなってしまいました。ハーフナーマイク、このパスは読んでいました。ベンチに動きがあります。選手交代のようです。監督から何か指示を受けていますね。ミッドフィールドでボールを取りました。サポートを使えそうです。カウンターを狙います。上がっていけるか。まだまだチャンスはあります。ここはカウンターを防ぎました。戻りが早いですね。よく前に出ました。キーパーがボールを拾い上げています。試合は一方的な展開です。残る時間は数分。このままスペースに見事なスルーパス。スルーパスが長いか。ハーフナーマイクが決めた。このゴールでさらに勝利に近づきました。完璧な試合運びですね。相手を終始圧倒しています。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。いい形でゴール前まで持ってきました。これは見事なインターセプト。このミスは痛い。相手にパスを出しました。スルーパスが味方に通る。シュートは入るか。これは大きく枠を外れました。キーパーとの1対1ですから、強いシュートを打つ必要がなかった気がします。やりました。アジアンエリートカップ決勝で勝利しました。最高の形でシーズンをスタートできます。はい、サポーターも選手もとても嬉しそうですね。ご覧ください、素晴らしい光景です。福西さん、この大会をどうご覧になりましたか？そうですね、新しいサポーターを獲得するための大会にもなりましたね。さあ、勝者を称えましょう。こういう瞬間は何度見てもいいものですね。決勝の試合が終わり、これから授賞式が始まります。福西さん、チームは見事この大会を制しましたね。はい、まだコンディションは万全ではないはずですが、チームはよく戦っていました。シーズンに向けていい大会になりましたね。決勝の試合が終わり、これから授賞式が始まります。福西さん、チームは見事この大会を制しましたね。はい、まだコンディションは万全ではないはずですが、チームはよく戦っていました。シーズンに向けていい大会になりましたね。そして最後にタイトル獲得の記念撮影です。選手の顔から喜びが溢れています。いやー、どの選手もテンションが上がってしまってじっとしていませんね。出来上がった写真が楽しみです。